長野愛理は日本の女性声優。宮城県仙台市出身。81プロデュースに所属。愛称は愛ちゃん。2012年に開催された ABEX81 プロデュース、ウェイクアップ、ガールズ、オーディション第2回アニソンボーカルオーディションに合格。オーディションでは青函飛行を歌った。2013年4月、同オーディション合格者による声優ユニット、 ウェイクアップ・ガールズ結成。2014年1月、アニメ、ウェイクアップ・ガールズ、林田愛里役で声優デビュー。2015年3月、東日本大震災の復興応援活動を評価され、第9回声優アワード特別賞を、ウェイクアップ・ガールズとして受賞。同年同月、東北学院大学文学部総合人文学科を卒業。 2019年3月、声優ユニットウェイクアップ・ガールズが埼玉スーパーアリーナでラストライブ、ウェイクアップ・ガールズ・ファイナルライブ思い出のパレードを開催し解散。以降はソロで声優活動を続ける。同年6月1日、個人名義のブログとツイッターアカウントを開設。小学4年よりダンスを学んでいたこともあり、所属ユニットであるウェイクアップ・ガールズ。 のメンバーの中ではダンスを得意とするメンバーの一人。そのユニットの曲である、地下鉄ラビリンスや、つなの振り付け、テレビアニメ、ハッカドールザアニメションの一部の曲の振り付けなども担当した。タンバリンも得意とし、地下鉄ラビリンスや、7ナ,ナセンシズでのタンバリンの演奏に参加している。また、中学校のバドミントンの部活では、区の大会にて優勝する。高校の時に、 キルケゴールの死に至る病に出会い、大学では哲学を学ぶ。ウェークアップ、ガールズのオーディション合格後も仙台に住んで活動していたが、2014年末には卒業論文を提出し、大学卒業を機に上京した。宮城県出身ということもあり、地元の東北楽天ゴールデンイーグルスの大ファン。2017年8月6日には、コボパーク宮城での楽天対ロッテ戦で、 支給式投手を務めた、ふとじはメインキャラクターはインターネット配信。ありがとうございます。